ごご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は菊池館大衆明治市それでは本文をどうぞ第8編「自由党と改新党」第1章「板垣退助の実会会津の戦いが済んだ松平片守親子が。 城を出て明国寺に退院したある日一人の百姓がやって来て芋をンコに献じてその不幸を慰めようとしたその護衛の任に当たっていた土佐の侍が美談としてこれを官軍の板垣泰助に語ったのである「そばで聞いていたものは皆その忠義を褒めないものはない」。この時 板垣は静かに次のような実戒を漏らしたというこれは日本の建政史でも有名な言葉である「我が輩先日日光いまいちの戦の時友人にして戦死する者多くその屍を見るたびに身を切られるような思いをしたしかるに敵の紙幣を検査すると皆 身に入れ墨をしたたばかりであった「自分はこれを見て石と玉とを交換したような気がして甚だ落胆痛恨したその世床の中で考えたのであるがヨーロッパの戦争では常に万を超える死傷者があるのに死期は業も衰えぬというその理由はどこにあるかといえば大体日本の兵士は わずかかな族だけで組織してあるから平常の友情関係が極めて濃厚で人員もまた少ないからこれが戦死を見て心を痛めることが深いこれは全く封建制度の罪であってその人情関係が狭いためであるしたがって国民開閉の時代が来ればこうした弊害は結局打破されるであろうと考えた。彼はさらに御を継いで やがて兵を進めて会津に近づくや会津の夕飯必ず一般を焦土と化して戦うであろうから3,000未満の官兵ではとても攻略することはできんただ討ち死にのほかあるまいとひそかに覚悟を決めていたところが若松城に近づくにつれて人民は家財道具を携えて争って地方に逃れ はなはだ式に至っては人足となって官軍の手助けをするものがある我が輩はその意外なるに驚いた諸君は芋を持ってきてその九死を慰めんとする百姓に感心しているがそれなら何故初めから我々に抵抗して九死を助けなかったのかこれを要するに戦争は侍がやるもの百姓は初めから間せず縁だからである。 そそのの楽しみをを共共ににせせざる者はその憂いを共にせずだ武士だけがその特権を振り回している時代に百姓がどうして国事を共に憂えるものかこれほどの大半が滅びるのにこれに準ずる者わずかに三千に過ぎないというのはこの道理に他ならぬ。我が輩は昨日まではこれをあいつのこととして冷ややかに見ることができたが これを今後の日本に及ぼして考えれば、有識大事である。要するに、今日以後は、市民平等の制度を敷いて、国民全体が楽しみを共にし、憂いを共にせねばならぬ。板垣が言わんとしていることは、氏族の持っている愛国心を、国民一般のものとして普及させるためには、氏族の持っている特権を、 国民一般の者として広く享受させなければならないということだここに不完全ながら彼の政党運動第二政大論の方ががあるのである「板垣シスとも自由は死せず」の名文句によって権政主義の神様のように言われている板垣も本来は一徹の無人だったのであるぐずぐずしていた土佐の反論を強引に引きずって 戸場伏見の戦いに参加させたのも彼であったしさらに日光に転戦して大将大鳥圭介に一生呈して日光病を平戦より救うため山を下って死偶を決すべしとやったのも板垣である大鳥はこの情けある武士の取り計らいに感激し戦わずして裏道から会津に走ったのであるが 現在日光に板垣の銅像があるのはこの時の彼の行き届いた措置を称したものである。弁一点張りと思われる板垣もこの戊辰戦争ではよほど胸に応えたものがあったのであろう。坂本龍馬以来一種の伝統とも言うべき土佐人独特の民権思想が燃え上がる会津鶴ヶ城の火炎を眺めながら。 板垣の胸中に新しい理想をぼつ,ぼつと湧き立たせたのである凱旋後板垣はこの精神で指弟の教育に当たった明治3年11月藩内で示した彼の文中に「それ人間は天地間活動動物中の最も貴重なるものにして特に霊明の天性を具備し 知識・技能を兼有しいわゆる万物の霊長と称するはもとより死の交渉の階級によるにあらざるなり」と述べ以下「従来文武の感触は士族の司さどるところであったのを一般庶民もしてこれに司しめんと言っている」。これは日本における自由平等の最初の宣言とも言うべきもので。 今日読んでみると、その論調はルソーの文章を読んでいるような気がする。第2章立憲思想の遠隔日本に議会政治の思想が訪れたのは、幕末時代からで、まず中国から輸入された。当時中国では、欧米人の文化事業が着々行われ、多くの漢文の著書や翻訳が現れ、 それが続々と日本に伝わったのである。その本の中にはもちろん西欧に行われている議会政治の思想を説いた者も,も多かった難解な漢文訳を通して間接的に佐久間象山吉田松陰安井側謙横井長南、橋本左内な,など外交を論じ海外に志を持つ知識欲旺盛な者はのは。 争ってこれを読んだ。時代が進むにつれ漢文を離れて洋学者の手により直接西洋の書物から議会政治思想が輸入されることになった福沢諭吉の「西洋事情」加藤博之の「立憲政体略」津田真道の「大政国宝論」などいずれも慶応三四年に出版され当時の青年たちに るるようにして読まれたものであるこうした風潮がやがて抗議制度を条件とした大政奉還になり五箇条の御正門となり各藩選出の長子講師による抗議書の設置という封建時代では夢にも考えることのできなかった改革となって現れてきたのであるがそれが結局理想だけで終わり薩長先生による 反発政府の出現によって明治史の前期を暗い影で覆ったのはなぜであろうか一言にして言えば当時の指揮者が西欧風の議会政治を本当に理解していなかったことである議会政治の基本とも言うべき政党というもののはっきりした概念がなかったからである彼らが自由民権を唱え政治上の立場として寄ったものは 古い昔からの藩であって政党ではない明治新政府は五箇条の御正門をアップしたりとはいえ新政府第一の考察には何事によらずよろしからざることに大勢申し合わせ相撲を「徒党」と唱え「徒党して願い事食わだつる」を豪祖という固く御法度なりと旧幕そのままの考察である。 これでは、いかに言論の負として、抗議書または衆議書が設けられても、政党などできるものではないのである。明治4年に廃藩置県が完成して、藩は制度としては廃止されたのであるが、意識のうちでは、これが必要にこびりついて取り切れるものではない。反発などという名で呼ばれる古い勢力が、長い間日本の政治を支配したのも、 偶然でではないのであるしかし反発政府が強大になるにつれてこの反対勢力も勢力を得てくる。反発が自己の利益を中心にして団結しようとすればするほどこれに対する民間の反抗は暫時組織だってゆき自然自然のうちにこれが政党という形をとってくるのだから面白い。明治6年の政官論の論は 土佐を政治の中心から追い出しているがこの時飛び出した板垣退助後藤翔次郎らが後の自由党結成の中心になったのも皮肉だし明治14年の政変で反発政府は無理やりに佐賀出身の大隈参議を罷免したが大隈は負けずに改心党を組織して反発打倒の旗のぼりを高く掲げるようになったのだから これもまた皮肉である。日本に政党らしいものができたのは明治6年にできた愛国高等であるといわれるこれは政官論決裂で矢に去った後藤祥二郎板垣退助添島種を見、江藤新平らが民間の世論を歓喜しようとして京橋銀座3丁目にクラブを置いて 始めたものであるがほとんど世の注意を引かずに解消したのであった板垣はこの「愛国高等」の失敗はその地盤が薄弱だったからだとして土佐に帰りここで新たに郷土的な団結のもとにその志を述べようとした有名な土佐の立志者というのがこれである。西郷の私学校に 坂本の開演隊を加え、そこに自由民権の弁論を加味した団体と思えば間違いない。とても今日の政党のようなものではない。立志者は明治11年、大阪に出て同志を休合して愛国者と解消し、その後数度の大会を開き、その勢力を拡張し、全国的な運動団体となった。そして13年3月には、 国会規制同盟会と解消して片岡謙吉河野弘中を委員として国会開設願望書を結果に法廷することにしたこれに署名した者は二府十二県八万七千四人というからうつ舌たる勢力であるこの願望書法廷の許が司法に伝わるや天下の人心は 急然としてこの一時に集まり全国有志のとは盛んに東京に集まり各々その願望書を提出しようとした打上官、元老院ともに規則を盾に受理しないので岩倉右大臣の指定や三条打上大臣の屋敷に行って願書を提出する者が絶えなかった中には政府の処置を憤慨する者少なからず 第一師団歩兵五長小原何賀氏は政府が言論を抑圧するのを害して一風の上昇を懐にして赤坂皇居の前で自陣するなどの不祥事を生じたまた新潟人赤澤賀氏も打上官の門前で自殺を図るなどこのままでは放置されぬ人心の動揺ぶりである。今や平等でも、も、国会開設の是非よりも そのの時期の問題が重大となったわけである。明治14年10月12日大隈三義罷免とともに明治23年をもって国会開設の期と定め保たもうた象徴が間発されたことは前に説いた通りである。この大御子とりこそ明治大帝のよく時世を 洞察したもを御聡明と国民に対する深きご同情とによるもので国民の永久に忘れぬことのできぬ感激である第三章自由党の創立これより先北海道を開拓し払い下げ問題で長夜の世論が盛んに沸騰していた時板垣大輔は8月26日 海の走路を入れて「と英雄的な形容詞そのままの着替えで颯爽として全国遊説の都に上った9月1日彼が神戸に上陸するや大阪朝日新聞は「来雲来たるかな来雲来たるかな」と題して「一大低気圧が海南より起こることを封した」9月10日。月日大阪 恵比寿座において「未開の人民といえども権利に里をあるべからず」の演題で五千の徴収を弱し十六日東京にいるや新橋駅頭の歓迎は生還を極めた板垣はさらに東北遊勢の都に上ったが十月十二日国会開設の直輸間髪とともに 急遽その同志たちは自由党創立のことを議し10月18日浅草の伊部村楼で党名約を議定し選挙で総理に板垣を押しその他党委員をはじめここに初めて組織ある政党としての自由党が生まれたのである自由党の強みは地方団体の勢力下である片岡健吉 大井健太郎河野弘中松田正久柏田守文らがその中心勢力となりこれを助ける論客に大石正美馬場達意末広重康中江徳助町民などそうそうたる人材が集まり簡易直裁の議論と猛烈な闘志を称えていたことにある。自由は、 人の天性なり自由を保つは人の大道なりしかるに人為の権力ややもすれば天父の自由を抑制しその自然を損害しその権利を保全するあたはざらしめ我が輩人民の最も貴重すべき生命財産の安こもこれを維持するによしなくあげて政治家の左右するところに人数。 その期待なること、実に白氷を踏むがごとし「思うてここに至る時いまだかつて敵然として感心せずんばあらざるなり」はその「主秘書冒頭の文句」である。もちろんこの自由党の理論的武器はルソーの民躍論で中江町民の民躍や句会は一世を風靡したものであり人の生まるるや自由の 区長はそのままに自由党員の好んでで口にするところであった九州の冒険では県下小学校にルソーの民躍論やフランス革命誌を読んではならぬと禁止令を出したところこれまでこんな書物を知らなかった小学教員たちが禁止される本ならよほど面白いものに違いないというのでかえってこれを購読する者が増加したと。 当時の英才志士に出ている英米の民権論は政府攻撃の矛先がついに王室に向かうのであるが我が国の民権論はどんな過激論者でもその攻撃は反発政府を容赦なく叩いたが皇室に対しては全く従順・中徳であったことは外国のそれと比べてその著しい特色である。 後年議会が開かれるようになっても反発融資攻撃には虎の如き民軍の有志も現ひとたび皇室に及べば猫のごとく従順となりたりと当時の政治史に記してあるがこれが当時の政客の態度だったのである自由民権論がこれほどまでに全国民にとって魅力となったのは一つには 当時の官僚たちが、封建大名以上に威張り散らしたことに対する反抗であった。当時の知事が地方巡回をするときは、人民に対して土下座を強要したものがあったほどである。地方の多少でも気骨ある有志が、こうした役人の横暴を実際に見て大いに怒り、自由民権の叫びを上げるのも当然だったのである。 これに対して、自由党の板垣でも後藤祥二郎でもかつては参議までした人物が一般人民と膝を交えて政治論を戦わせたのであるからその人気がますます高くなったのは無理もないことに後藤祥二郎など人扱いが上手で田舎から上京する代表者などを堂々たる高輪の屋敷に招いて勇退したのであるから。 地方有しある。この時全国民に最も大きなショックを与えたのは板垣大岐阜遭難事件である。明治15年3月自由党総理板垣大助は東海道の遊説に赴き静岡名古屋を経て4月6日岐阜において大演説をなしたまさに玄関を出ようとするところを 愛知県の小学校教員相原何がしに襲われた傷は浅かったがこの方が全国に伝わるや自由党員はこぞって岐阜に集まりこれ政府が手を回して板垣総理を殺さんとしたのであると公害激越息まさに天歩つくの趣があったこの時板垣は死角を閉鎖して 板垣シストも自由はしせずと一喝したとの相和は殉教者のような響きをもって全国に伝わったのである秘宝が東京に達すると後藤祥二郎は「要は板垣の死体を誕生に横たえて弔い演説をなさん」とアントニオを気取ったしやることなすこと皆芝居係であるしかもこれが 大真面目にやらら、れたのであるからとにかくのどかな時代でもあったわけだこの時板垣の傷を診察した青年医者が当時の愛知県病院長若干白面の後藤新平であったのも一樹である。第4章、戒心党と大熊ゆえに我が党は蚊の政治を を前進するにあたって純正の手段と着実の方便等を求め追保してその目的に達するに至らんことを願うものである故にルソーの余裕を組みジャコビン車流の二の舞を演じ早急月光をもって過激の変革をしようと願うものがあるなら私はこれを退けてその進路を共にするを欲しない。 これは大隈が「改新党人に次ぐ」の題で党人に配布したパンフレットの一節であるが改新党という政党の主張を最も端的に表したものだと思う。暗に自由党を指して「ルソーの阿竜」と呼びそのやり方を強撃なるジャコビン党に比した辺たりは穏健を趣旨とする改新党としては 当然な比喩であろう自由党が全国を風靡して大いに大衆に呼びかけた勢いはすさまじいものがあったがその運動はややもすれば極端に走り指揮者の中にはこれを嫌悪する者も多くこの際穏健なる思想に基づく新しい政党を待望する機運はボツとして起こったこの機運に乗じたのが大隈重信。 およびその一であった。大隈は明治14年の政変で薩長の作詞連に乗せられてまんまと平等を追い出されたが警官後の大隈の身体は国民の等しく注目するところであったある者は「虎を矢に放つがごとし」と言ったり中には「第二の江藤を新兵西郷隆盛だろう」と評するのであったしかし 大熊は大然として平日のごとく木地橋の屋敷に飢餓し我輩は明治の辞職直任官の模範になるんである板垣の真似などしないのであると悠々たるものがあったそのうちに幾ばくもなく大隈が新たに政党を組織してその総裁になるのだという風説がしきりと新聞史上に現れ何となく目覚めの悪い 政府養老の体感を脅かし国民の中にも大センセーションを巻き起こしたそこで藤田一郎が大隈を訪れてその風説の真偽を確かめた一文一答が東京日日新聞に載っているがその一説に大隈は政党組織は事実なり世は誠に昨年兄に明治政府の 辞職直任官の帰還たるべしと告げた「今において何ぞこれを忘れん」「そもそも世が帰還というは出所の正しきことを指すのである」「世は昨年政府を去る時太長官に執刀し官員諸君につぐるに世は長にあるも矢にあるもその主義とするところは変えない諸君これを記憶せよ」 という語を持ってしたこれ平等諸君の等しく知るところであるかの板垣泰助君のごとく政官論をもって内閣を去りながら数月を入れずして院選議員設立の建白書を立てまつるというがごとき挙動は世のあえてなすところでない世は主義によって政府を去りその主義をもって民間に唱うなんぞ出所の正しからざることあらん。 よ、つらつら近似の我が国情を考えうるに政党組織もやむべからず政団演説も立つべからず必ずや一日は一日と多くなることと思うこれのみでないよが刑とともに憂うべきことは今日の政党者流の挙動である彼らは政府といえば善悪を弁ぜず軍理、巡査さえも攻撃せんとし 民権といえば政府にこうすれば得られるものと思っているその最も甚だしきものはかの自由党の類であるこのままに放置しておけばついには社会を破壊するに至るであろうこれが世が不憫を顧みず自ら認知民間にあってこれを強制し国家の保安を維持して聖天使に報い立てまつらんと欲するゆえんである。 よ、兄いたずらに事を好んでこのことをなさん」と大隈一流の機嫌を堂々と吐露しているのであるこの大隈の大芝居の威悪の参謀は小野あずさであった政治家としての大隈が最も得意としたのは矢野文雄の表によれば軍雄屈指の手腕であったが彼の政党組織に参画した分子は第一に の戸鎌や愛島かの官僚第二は矢野文雄を中心とする東洋犠牲会の一団すなわち犬一剛尾崎幸男美浦勝虎らの慶應義塾出身者である第三は小野梓を中心とする大都会高田早苗天野為之市島健吉らの帝大出身。 第四には沼森勝、島田三郎大岡育造などの一団で他史再々まさに当時における知識階級のめぼしいところをほとんど網羅した趣がある大隈なればこそできた芸当であろうかくて明治十五年三月十四日立憲改進党の首位書を発表し 16日小毘町の明治街道において決闘式を挙行したのである第五章「長屋の総国」「我が国最初の二大政党は」は以上述べたようにして出来上がったのであるこのほかに福知大子らの立憲帝政党というのもできたがその勢力や社会的な背景は問題とするに足りぬここに注意されなければならぬのは 自由党は土佐出身の前参議、板垣大助によって組織され、改新党は比善出身の前参議、大隈重信によって組織されたことである。二人とも立憲政治の要求という国民的な支持の上に政党を作り上げたのであるが、それぞれ新勢力と結合して薩長と争うとした考えが、 濃厚であったことは否定できない。平等を追われた救援をこのチャンスに争うと少しは考えていたには違いないのである。日本の政党がとっかく主義を主としないで人を主とし、ややもすれば封建的な権力争いに浮き身をやつす傾向はすでにこの頃から兆しているのである。自由党と改新党は。 共に立憲主義を抱き反抜を敵としていたのだから共同戦線を張ったら良さそうなものだが実際はお互いに圧力や闘争を繰り返しているのはその主義というより東風の相違その総理である板垣と大隈の性格の相違によるものが多い息を尊び情熱家の板垣は知略をこととし 品格を重んずる大熊と会わないだから自由党に集まる者は延長非課の創始地方農民と不平士族が多く海進党を支持する者は学問常識を誇る者や都会の商工業者が多かった海進党は紳士の集団をもって辞任し自由党の無学粗暴を馬鹿にすれば自由党はまた自由党で海進党員の 無気力や陰険さを憎むといったありさまでお互いに敵視し対立していた今日の政友会は自由党の後進であり民政党は改新党の後進であるが両党とも創立以来70年近くにもなるがその党風や党員気質など政党消滅したりといえども今なお急党依然たるものがあるのではないか。 自由党、改新党ともに華々しく成立はしたが二十三年の国会開設までには数年ある決闘早々は両党とも息あたるべからざるものがあったがすぐに議会に臨めるわけでないのだからなんとなく表紙抜けの感があるそこへ付け入ってこれを骨抜きにしようとしたのがいわゆる反発政治家たちであった。 ことに長州の山形有朋品川弥次郎薩摩の黒田清高などは政党を目の敵にしてあたかも無本人呼ばわりして自ら勤能党だと言って政党いじめに専念した福島県令三島道常が「自由党と火付泥棒は一匹も館内に置かぬ」と嘘吹いたのは有名な方言であるが。 反罰官僚の面目はこの一句に役除としている反発政治家はまずこの二大党の仲の悪いのに乗じて一層この乖離に努めた羽をばらまいて板垣を要望させるかと思うと奥間にはその領道を立ってその喉首を締め上げているさらに正面攻撃では遠方国慶を設けて政党員の活動を 手も足も足出ぬように縛り上げたのである指導者を失い国稽に脅かされた自由党はついに非合法なギャング党になり各地に武器を取って政府に反抗する暴動が頻発した穏健をもって誇っていた改心党も次第に強硬な闘争党となって長く反政府軍の戦法となったのである。この気分が 国会開設後まで残り主義公領を争うよりやれ民党だ離党だと言って不必要な摩擦を繰り返しこれが国運の順調な発展を阻害したもの、非常であることは今日まで我々が至るところでその弊害を見せつけられているのである。平沼さんが首相時代に言った「総信話」などいうスローガンも「 歴史的によくかみしめてみるといろいろと考えが深いものがあるのである第8編「自由党と改新党」読み切り